新しいスタジオではありません。あ、ここがもう新しいスタジオだったら、どんだけ幸せなことか。毎月楽しみですよね。毎月楽しみになっちゃう。いつも楽しみですよ。もちろんもちろん。もちろん楽しみ。さらにさらに、ね。今回はまあロケということで、はい、こちらに遊びに来させていただいているんですけど、もういろんな音が気になりすぎて。そうなの。そこかしこでみんな動いてるか。そう、はいはい、そろそろみんなね、起き始める時間なんで、ちょっと早いお時間ですけど、ね、お邪魔してます。おはようございます皆さん。おはようございます。はい、というわけでね、はい、あ、狂気乱舞、あ、狂気乱舞イエーイ。そうそう、まあなぜこのカフェに来たかということなんですけども、そうそうそう、もう私は、まあ、今回初めてのロケということで、どこに行きたいかとかやりたいこととかを考えた時に、そうそう、私がこう爬虫類カフェに行きたいってそっと言わせていただきまして、うんうん、でもはちゃんがちょっと爬虫類ね、うーんな感じなんですけどもでもこの場所にはね、うん、猫ちゃんだったりとか、そう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 、ハリネズミとか小動物もね、そういっぱいいらっしゃるということで、こんな動物がいるんですよ。はいはい、こんにちは。こんにちは。かわいいね。こんにちは。なんかね、うん、この触れ合いレベル、うん、お星様がね、うん、ついてるんですけど、うんうん、このお星様が少ない子が、うんうん、自分おとなしくて、うん、触れ合いやすいよって子なんですけど、うん、この子は 2、3 なんでね、だいぶヘッドもでもワンちゃんみたいなもんだよね、うん、かわいい。ラテと似てんじゃない、うん、この胴の長さラテみたいラテでも、どう長い生き物全部ラテって呼ぶんですよ、ハちゃんは。あ、寝てるのこれ。なんかちょっと笑って見えない？見える。かわいい。なんか夢見てんのかな、寝返りしたのかな。ひよくさんにしようか。ああ、ずっとピヨピヨ。そう、オープニングから聞こえてたかなこのマイクで拾えるのかな。結構聞こえる。ちょっと近く行ってみよう。お、元気ですね。ピヨピヨピヨ、こんにちは。かわいい、こんにちは。ヒゲトカゲ、私もいつかはこの子、うん、お家にお招きしたいなと思っている子ですね、うんうん、そうなんだ。え、いいんですか。こ、星にですけども、星に、星にです。どうですか。いいです。いいです。中の肌触り最高です。おとなしいね。ふとちゃん。ふとちゃん。おとなしいですね。ちょっと近づいてみるんだから。おー。かっこいい。こんにちは。こんにちは。かっこいいね。今みんなと目が合ってる、ふとちゃん。アイドルだね。カメラの場所わかるの。わかってるね。いや、みんなと目が合ってるね。どうも。こんにちは。ウガです。この子はウガです。はじめまして、ウガです。お、あ、違う。う、ウガ。どこ行くの？どこ行くの？見てんだろう。野生のふとちゃん。友達になれるといいね。やばいやばい。うわー、ちょ見てくださいみんな。生きてる。カサカサ言ってるよ。カサカサ言ってるよ。登ってきそうだもん。えらいね、いい子だね。ふとちゃん、ふとちゃん、ふとちゃん。やっぱご飯があるから。ふとちゃん、ふとちゃん。ふとちゃん。飛んでってふとちゃん。ちょっと私緊張してる。あ、じゃあまた。うわー！あふとちゃん、ふとちゃん！ゆうとに。ちょっと待って。あ、ごめんごめんね。お箸、お箸みたいに持つんですって。お箸みたいに。はい。はい。うわー！ほどいた。さあ。ご飯だよー。ガー！わー！この量食べれる？あ
あ、ちょっと、踏まないで踏まないであんま来ないです。あれ先生、ご飯食べません。あいつ、一人違うの食べてる。違うの食べてます。おい、それ爪食べてる。来る。いっぱいゲットしました。あ私ヘビさん、ヘビさん行きます？私でいいですか？行った方がいい？バラエティを番組的に行った方がいい。番組的に番組を考えてる。私は全然ドキドキ。ヘビさんもいつか買いたいなって、うん、もう何でも買いたい。もう天国じゃんね。ここ天国よ私。大きいよ。お席にはわかりました。どう？ちょっと目が合ってないからいけるかもしれない。かわいい。なるほど。あ、ひよこさんがどこ行った？絶対この子は